今回紹介する女優さんはこちら、八ヶ岳海さん。 YouTube チャンネル海の大冒険の海として活動をしていたところ、プレステージから声をかけられ、2020年11月に八ヶ岳海として専属女優デビュー。デビュー後の5作品目にあたる美少女と貸切温泉と濃密成功とが2021年上半期ランキングで1位を獲得したほか、3位から5位、7位、10位、11位も出演作品が選ばれ席巻した。性格的に、また性的指向どもに受け身のスタイルであり、好きな隊員は正常位とバックだそうだ。オパイのビーチ部を攻められるのが特に好きだそうですよ。オパイのカップ数は A で、ずっとコンプレックスであったため長らく未公表としていたが、失敗好きな男性も結構いることに気がつき公表した。失敗はステータスです。失敗にあった見事なスレンダーボディで、顔はアイドル級に可愛いんですから、それはもう人気が出るのは必然でしたね。失敗美少女八ヶ岳海さんの作品を見てみませんか？それでは、また次回の動画で。